にちは、羽生です。こんばんは、羽生。フィギュエモンです。皆さん、2021年世界国別対抗戦の後の2回のライブ配信では、とにかくね、たくさんのコメントをいただいてめちゃくちゃ嬉しかったです。本当に楽しい時間が過ごせました。皆様のおかげです。本当に感謝してます。ありがとうございました。ありがとうございました。また、羽生選手の出場する競技会の後は、できる限りライブ配信をしようかなっていうふうに思ってますので、まあ、その時はね、また参加して楽しくお話できたらなと思いますので、よろしくお願いします。OK。ということで、今日はライブ配信の時に偶然にもご質問をいただいた内容をテーマにお話ししていきますね。そのテーマとは、ズバリ、羽生結弦選手の来シーズンのショートプログラムの曲を探してみた、です。です。羽生選手は、今シーズンのショートで、Let Me Entertain You というロックナンバーの曲を使用して、見ている人を楽しませてくれました。このプログラムの良さはとてもよくできていて、羽生結弦のかっこよさ。エンターテインメント性を存分に発揮してくれました。このプログラムを見て、あなたがキュンとするような一瞬があったのではないでしょうか。ね。ただ、もともと2020年、21年シーズンでは、ピアノ曲で探して実際に試してみたけどいい曲が見つからなかったという理由で結果的に Let Me Entertain You を選曲したと羽生選手はインタビューで答えていました、はい、だから最初は2020年21年シーズンはピアノ曲でショートプログラムをやろうと思ってたんですね。 OK。 天と地とのプログラムは来シーズンに継続したいと思っていると羽生選手はインタビューで答えていることから考えると逆に言うとショートを変更しようと思っているということになります。はい。そこでフィギュエモンが羽生選手にぴったりのしかもオリンピックシーズンの大事な大事なショート曲を本気で探してみたいという欲求が出てきちゃったんですね。おっしゃ。実は私このチャンネルを始めた当初2020年オリンピック世界選手権用2020年妄想新プログラム11選曲と妄想の仕方という動画を作ってます。やばい、楽しい。その動画では単純に私が羽生選手に滑ってほしいなって思う曲を私の好みでご紹介しています。これはこれで私自身作っていて本当にね楽しかったんですが、今回は私の趣味は遥か彼方へ追いやることにしました。今日はあくまで羽生選手がどういう曲が好きでどういう曲で滑りたいと思うのかどういう曲にグッとくるのかこれぞ羽生結弦というプログラムの曲はどんな曲なのかそういう羽生結弦視点に徹底的に立ってなおかつ私の20年ほどのピアノ演奏の実績と知識から曲を選曲することにしてみました。はい。フィギュエモン視点ではなく羽生修造視点ではないのでご注意くださいね。え？この動画を最後まで見ると羽生選手にぴったりのピアノ曲の楽曲分析なぜその曲が羽生選手のオリンピックシーズンにぴったりなのかが分かりますのでぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。はい。こんな感じでこのチャンネルは羽生結弦選手やフィギュアスケートの話題について発信しています。羽生選手が大好きという方フィギュアスケートいいよねっていう方はぜひチャンネル登録をしてフィギュアスケートライフを楽しんでくださいね。ということで今日は羽生選手がとびっきり惚れるに違いないピアノ曲を最後にご紹介します。まず5つの段階に分けて考えていきます。1、
過去プログラムから考える羽生結弦にとってのピアノ曲の定義。2、作曲家は誰がいいのか。3、ぴったりくる曲調はどのようなものなのか。4、オリンピックショートプログラムにおいて一番大切な曲の役割。5、選んだ曲はこの人が弾くこの曲。早速1の過去プログラムから考える羽生結弦にとってのピアノ曲の定義についてお話ししていきます。はい。まずはじめにショートはピアノ曲、それが羽生結弦だと自分自身で思っているのではないかということからです。やはりショパンのバラード1番の名プログラムの存在が大きかったと思います。そして過去何回かピアノ曲を使用しています。2018年20年のショートプログラム秋に寄せて、2014年から2016年、2018年ショートプログラムバラード1番、ピアノ曲ではありませんがピアノの音色が際立つ2016年2017年のフリーホープ&レガシー、いずれも世界最高点やシーズンベストなどを獲得したプログラムです。そしてポイントは、これらのピアノ曲のプログラムは2014年ソチオリンピック金メダル獲得後のプログラムだっていうことです。ここでなぜ羽生選手のプログラムがピアノと合うのかということについて軽く解説します。一つの理由は、ブライアン・オーサーがコーチになってから姿勢がとても良くなったということが挙げられます。それまでの姿勢が悪かったっていうとそうではないのですが、思考の姿勢を手に入れたからピアノの音が自らの体を使って美しく表現できるのだと思います。ただただすっと立つ、そんな一瞬も音のように美しく魅了する。そんな選手になったのはソチオリンピックの頃のような気がします。そしておそらく羽生選手が思うピアノ曲とは純粋にピアノ1台の曲を指していると考えられます。なぜならピアノ1台ということは基本的には一人の演奏の音ということになります。一人の音を一人の選手が滑る、これは音との一体感が生まれやすい音色となります。だから音をとても大切にする羽生選手は1台のピアノ曲を探していると定義しました。2、作曲家は誰がいいのか。多くの有名作曲家がピアノ曲を作ってます。ベートーベン、モーツァルト、シューベルト、ショパン、シューマン、ドビュッシー、リスト、坂本龍一さんなどの現代の作曲家。ピアノ曲ということだけで考えればもっともっと多くの作曲家のピアノ曲があります。ですがこの中で羽生選手にぴったり合う曲を作曲している作曲家は誰でしょうか。まず大切なことは羽生選手のもともと持っている雰囲気の曲を作っていそうな作曲家は誰かっていうことです。私はここで現代の作曲家を除くことにしました。なぜなら羽生選手はもう自身がクラシックって言えるほどにフィギュアスケートにおいて成熟しているからです。羽生選手の美しさとスケールの大きさ、そして完成された華やかさを表現するにはクラシック音楽と呼べる偉大な作曲家がよく似合います。何百年経った今でも廃れない、いつの時代も支持される圧倒的なきらめきを放つ曲、それを私は探すことにしました。おっしゃ。ピアノでとても有名なベートーベン。恐ろしいほど壮大で雄大な曲が多くて、
情熱的で男性的な曲が多いのが特徴です。フィギュアスケートでよく使われている曲で言うと月光ですね。近いところだと2018年19年シーズンの宇野昌磨選手がフリーで使用していた曲です。記憶に残る演技では1994年リレハンメルオリンピックでフィギュアスケート殿堂入りしているペアゴルデーワ・グリンコフ組が使用していました。この曲はベートーベンの中では穏やかな曲調の部類で、他の有名曲はもう少しダイナミックで男性的な感じの曲が多いんですよね。羽生選手とはちょっと違う感じです。次にモーツァルトです。モーツァルトは誰もが知る華やかでキラキラした明るい曲調が多いのが特徴です。羽生選手のキラキラさ加減といい勝負ではありますが、キラキラ感がなんだか違う印象です。フィギュアスケートはどこかの部分で単調の部分がある曲を使用した方が引き締まります。おそらく寒いところでのスポーツということがその理由でしょう。人は寒いところで明るい音楽を聴きたくなくなるものです。だからモーツァルトはここでないなっていうような判断に至りました。そしてリスト、ピアノ曲は本当にたくさんあって名曲も数知れずです。思い出すのは宮原さと子選手が2015年16年シーズンのフリーで使用していたため息です。この曲はリストの中ではかなり繊細さを押し出した曲で、他の曲はもっとねダイナミックで男性的です。例えばラ・カンパネッラは曲自体がとても有名で、超絶技巧を使った激しい曲です。ここまで世間では有名なのにフィギュアスケートで使われていないのは全体的に激しすぎるからと言えるでしょう。ということでリストもリストから外しました。これは親父ギャグではありません。はず、終わった。恥ずかしいので次に真面目にショパンを考えてみました。ショパンは羽生選手のレジェンドプログラムであるバラード1番の作曲家です。ショパンはピアノの詩人と呼ばれる前期ロマン派の作曲家で、様々な形式の美しい旋律、半音階的和声法などによってピアノの表現様式を拡大し、ピアノ音楽の新しい礎を築きました。ショパンの音は独特で美しさと華やかさ、そして重厚感のある曲が特徴です。新しい表現様式を開拓していったショパンの音楽は羽生選手のフィギュアスケートを新しく開拓していく姿と重なります。そういう意味でショパンしかないかもしれないと、何度考えてもショパンで決定っていうような結論に私は至りました。 OK。 作曲家が決まったら次に考えるのは3、ぴったりくる曲調はどのようなものなのかということです。ショートの曲となると毎日毎日聴くことになります。だからめちゃくちゃね暗い曲っていうのはね NG だと考えました。まあ、なんでかっていうと羽生選手はねとても曲に同調して共感しやすく、暗い曲を選んで毎日ね泣いてもらうのはさすがに練習になりません。だからある程度単調のフレーズがありつつフィニッシュでは明るい光が見える曲、こんな曲が競技会で使うフィギュアスケートでは曲そのものだけで感動を呼ぶ音楽だと言えるのです。そして緩急があることが必要です。最後に羽生結弦らしい曲の定義はどのようなものがあるのかを考えたとき、その曲から
誰かの演技が思い浮かばないこと、これが挙げられるんじゃないかって思いました。フィギュアスケート界で唯一無二の存在であるからこそ、その曲から誰かの息吹を感じてはいけないのです。まとめると、1、単調が入りつつ長調になる転調の曲、2、フィニッシュが感動的であること、3、緩急がある曲であること、4、過去有名スケーターが使用していない曲ということになります。ゆずる羽生。ここまで決まったら、次は4、オリンピックショートプログラムにおいて一番大切な曲の役割について明確にしていきます。オリンピックのショートは金メダルへの最初のハードルです。羽生選手は金メダルを目的にオリンピックに出場するわけではないにしろ、1位は狙うでしょうから、やはり大切です。オリンピック3度目とはいえ、どんな選手でも必ず緊張するのがショートプログラムでしょう。ここでミスしたら後がないって考えると、とっても怖いからです。そこでショートの曲の役割を考えると、慣れ親しんだ音ということになります。羽生選手が慣れ親しんだ曲はバラード1番です。このプログラムがシニア人生の中で一番多く演じているからです。オリンピックの大舞台でも安心して滑ることができる曲と考えると、バラード1番に似た部分のある曲が入るのがいいのではないでしょうか。作曲家はショパンとしたので、似たような音が入る曲が探せばありそうです。ということで、今までお話ししてきたふさわしい曲リストをもとに曲を探すことにしました。はい。一番最初に思い浮かんだのがスケルツォ第1番でした。この曲は曲自体がとてもドラマチックで、緩急の変化もあります。それでいてショパンの華やかさと転調になる深みのある曲です。フィギュアスケート向きの曲だと私は思いました。でもちょっと待って、ここで思い出しちゃいました。え？パトリックちゃんがショパンメドレーでこの曲を使用していたことを。終わった。羽生選手と同時代の、しかもライバルの使用曲です。ダメだ。パトリックちゃんに先を越されました。そう思った私。ということで、次の曲を探すことにします。エチュード4番、この曲はどうでしょうか。迫り来るような音が次々と現れる音の嵐っていうような超絶技巧曲です。キラキラした溢れる音をステップやスピンで周りに光を撒き散らすのも素敵かもしれません。でもちょっと待って、この曲どんな人が弾いても2分しかない。やばい。ショートは1曲で仕上げるのが2分50秒以内という短いプログラム時間からもいいと言えます。あー、じゃあダメだということになってしまいました。よく考えたら、この曲緩急の変化もちょっとね、少ないような感じがしました。そして次に考えたのがマズルカです。でも民族色が強いので、ザ・羽生結弦のショートになるのはちょっと難しそう。前奏曲は決定打に欠ける曲ばかり。ポロネーズは全て曲調が強すぎる。そして男性的すぎますね。夜奏曲は優しすぎる。エキシビジョン向きって言えるかもしれません。じゃあピアノソナタは、2番と3番が傑作って言われてるけど、どうだろう。ということで、ピアノソナタ2番から3番まで順番に聞いて、第3番の第4楽章まで行くと、これだ。第4楽章が羽生結弦のオリンピックのショートの一番最後にぴったり。羽生選手のスピン、ステップ、それが目に浮かぶよう。何よりこの曲だけで感動的なのがすごくいいです。そして最後に、ロ単調からロ調調へ変調してフィニッシュする構成になっています。最後のフレーズは希望の光で未来へ続く光が見えるようです。
これは羽生結弦のラストにふさわしい音。何よりこの曲だけで羽生選手の演技を妄想して泣けそうです。これならいけるかもしれない。そう思ってこのピアノソナタ第3番について調べてみることにしました。この曲はバラード1番と比べるとしっくりくるので比べてご紹介していきますね。はい。まずバラード1番について、この曲はショパンがパリ滞在中の1831年から1835年に作曲、1836年ショパンが26歳の時に出版されました。そしてショパンにとって中期の作品です。一方ピアノソナタ第3番はショパン34歳の1844年にノアンにあるジョルジュ・サンドの住居で作曲されたショパン後期の作品です。これは死去する5年ほど前の曲ということになります。この曲はいわばショパンの集大成とも言えるような作品であり、曲の曲奏、規模ともに大作であり、偉業を成し遂げた後の現在の羽生選手と重なる部分があり、現役の歴史、経験をすべて出す作品としてはこれしかないのではないかと私は考えました。いかがですか？すごい。ですが、少し緩急の変化が少ないかもしれません。特に最初はゆったりと始まるのが羽生選手にとっていい気がします。そこで考えたのが、このピアノソナタ第3番の第1楽章の冒頭部分です。第1楽章は第4楽章と同じロタン調です。そのため曲をつなげた時に違和感が出ないでしょう。ピアノソナタ第3番第1楽章の冒頭部分から第4楽章へとつなげるのがいいのではないかと私は考えました。作りようによっては第4楽章だけでもいいものが作れるかもしれません。今はね、私の妄想の範囲を出ないので、この2つのパターンを羽生選手に提示したいと思います。はい。ここまで書いて私はこの曲を聴きまくりました。何のためだと思いますか？それは5、選んだ曲はこの人がこの時に弾くこの曲、これを皆さんに提示するためです。誰が弾いたピアノソナタ第3番がいいのか、まず最初に頭に浮かんだのがバラード1番で羽生選手が選んだ1975年ショパンコンクール優勝のリスティアン・ツィマーマンです。でも YouTube で探してみると、途中部分は凛とした清々しい音がツィマーマンらしくとってもいいのですが、始まりがどうしてもあまりピンときません。そこでショパンといえばショパンコンクール、私はショパンの受賞者の演奏を聞いて回ることにしました。1955年ショパンコンクール2位のウラディミール・アシュケナージ、1960年ショパンコンクール優勝のマウリツォ・ポリーニ、1965年ショパンコンクール優勝のマルタ・アルゲリッチ、1965年ショパンコンクール4位の中村ひろ子、1970年ショパンコンクール2位の内田光子、1985年ショパンコンクール優勝のスタニスラフ・ブーニン、2000年ショパンコンクール優勝のユンディ・リ、そして今活躍する辻井伸行さんなど、考えられるピアニストの演奏を聞いてみました。この曲は対極な上に様々な技巧が必要な難曲です。かなりピアニストによって弾き方が異なり、羽生選手のスケートにぴったりくる音を奏でている人をじっくり探してみました。そこで選んだのが1965年ショパンコンクール優勝のマルタ・アルゲリッチが弾いた1969年のデビューリサイタル CD です。アルゲリッチは優れた技術とリズム感が飛び抜けた世界屈指のピアニストです。
デビューリサイタルとは違う年に弾いた録音を聞いてみたんですが、このね、デビュー曲の時の録音が一番羽生選手に合ってるように私は感じました。正確さと若々しさが出る演奏だからです。アルゲリッチは、ともすると情熱的な音楽を奏でると表現されるピアニストです。だから、羽生選手にはちょっと色濃いっていうか、まあ、そういうところがあるかなっていうふうに最初は思いました。でも他のピアニストの演奏を次々に聞く中で、やっぱりアルゲリッチの音が今の羽生選手には合う、そう思うようになりました。多彩な音の彩りの中にあるほとばしる情熱、そして時折見せる流れる音のきらめき、羽生選手が国別対抗の天と地とで見せたバージョンアップした深みのある芸術性、今の羽生選手ならアルゲリッチの音楽はいいかもしれない、そう思いました。この第4楽章は YouTube に上がっているのでリンクを貼っておきますね。ぜひ後で聞いてみてくださいね。この曲をかけて羽生選手の演技を無音でね、ぜひ同時に流してみてください。私の頭の中にはピョンチャンオリンピックのバラ1よりも深みのある円熟味を増した羽生選手の姿が見えました。そしてオリンピックでみんなが泣いてる姿が同時に見えました。僕もそうだと思います。いかがでしたでしょうか。今日は私が考える羽生選手のオリンピックシーズンのショートプログラム曲を探してみました。あくまで私が勝手に選んだだけですので、こういうふうに選ぶ過程があるんだっていうことをこの動画を見た方に知っていただければそれでいいと思ってます。ということで今日はこの辺で、次は2021年世界国別対抗戦のエキシビジョンを生観戦したフィギュエモン観戦記をお届けする予定です。ぜひ楽しみにしていてくださいね。では最後にオリンピックショートプログラムの公式練習のプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。フィギュエモンでした。さようなら。